今日はこの2種類の甘酒を比べてみたいと思います。一つは国菊の甘酒、福岡の株式会社篠崎というところが作っているものです。でもう一つがですね、甘酒、酒蔵の甘酒ということで、大分、これも九州ですね、豊後名城株式会社が作っているものです。いずれもですね、米と麹だけで作った、一切添加物を使ってない、甘酒になります。じゃあこの2つを飲み比べていきたいと思います。じゃあこの酒蔵の甘酒から飲んでみたいと思います。結構ですね、米とか麹の粒がよく入ってますね。じゃあ開けてみます。シュパ、はい、よく混ぜた後、コップにドボドボドボドを入れてみました。はい、これが酒蔵の甘酒で、もう一つですね、この国菊の甘酒、これも開けてコップに注いでみます。ドボドボドボ、はい、国菊の甘酒も注ぎました。色的にはそうですね、国菊の甘酒の方が白いかなと思います。はい、では試飲してみましょう。まずは酒蔵の甘酒から。ふむふむ、しっかり甘くてですね、つぶつぶはあるんですけど、のどごしはすっきりといった感じです。では国菊の甘酒いってみます。うん、こちらの方が癖のない甘さで、つぶつぶはですね、このこちらの酒蔵の甘酒よりは口の中でつぶつぶが残るかなという感じです。これはもうまた好みなんですけど、そういった感じで、僕がこだわるところ、甘酒は米と麹のみでできた方がいいっていうのと、あとですね、このつぶつぶ、これがやっぱりあって、飲み応えも食べ応えもあるっていうのがいいなと思う甘酒の基準なんですね。なので、つぶつぶがどのくらいあるかですね、ちょっと比較してみましょうということで、用意したのはこのスプーンと茶こしです。で、これでですね、スプーンでそれぞれ甘酒をすくって、茶こしでこしてですね、どのくらいつぶつぶが残ってるかっていうのをちょっと比較していきたいと思います。ではまずですね、この酒蔵の甘酒からスプーン2杯ぐらい取ってですね、つぶつぶがどのくらい残ってるかっていうのを見てみます。で、1回スプーンを拭いてですね、もう一つの茶こしで国菊の甘酒をすくって、つぶつぶがどのくらいあるかちょっと比較してみたいと思います。ちょっとムラが、すくったところの甘酒がたまたまこうつぶつぶが多かったりとか、まあコップの中でですね、それぞれムラがあると思うんですけど、まあご参考までにということで、こちらが酒蔵の甘酒のつぶつぶ感ですね。はい、こちらが国菊の甘酒のつぶつぶ感で、2つともですね、同じ量スプーン2杯を取ったので、つぶつぶのですね、量がどのくらいかっていうのも比較できると思います。まあ、見た感じですね、国菊の甘酒の方がつぶつぶが多い。しかもですね、つぶつぶの形がですね、均一ですね。こちらはあの大きい粒があったり小さい粒があったりと、この酒蔵の甘酒の方ですね、粒があの不均一だっていうのが、ここで見て取れます。で、甘さ的にはですね、国菊の甘酒の方が
甘いですね。飲んだ後喉の奥までですね、甘さが残る感じで、この酒蔵の甘酒は飲んだ後ですね、スッとこう甘さもですね、喉の奥に収まる感じで、スッと消える感じですねがします。まあこれもほとんど好みなんですけど、ガツンと甘いのとつぶつぶの噛み応えを味わいたいっていう場合はこの国菊で、ちょっと量を飲みたいだけどつぶつぶ感も味わいたいっていう時はこの酒蔵の甘酒がいいのかと思います。以上レビューを終わります。